9月のね、最後の日曜日、今日は黒風が最後の日です。みんな楽しげに遊んではいますが、きっと心の中では泣いているかもしれない。心が叫びたがってますよ。はい、黒風に一言、はい、画面に向けて、畑さん、いつもありがとう、車とかで乗せてくれてたんですよ、いつも。そうだよな、出かけるときはいつも ね、 そうね、ご飯行くときはね、絶対風さんのね、確かに力が必要だから乗ってたね、うん、はい、わかりました。はい、黒風に一言。デッキのアドバイスとかめちゃめちゃ、ああ、デッキのアドバイスね、小学生にも優しいんだよね。そうだよ、見習いたいと思います。そうだね、優しいんだよ。一番感謝してます、本当に本当に感謝してます。当たり前だわ。本当に、はい、黒風に一言、はい、昨日の黒風杯ありがとうございました。ああ、分かったね、対戦楽しかったです。あ、ありがとうございました、はい、よし、なんか進化お願いします。まあ、まだゲームやりましょう。え、何？え、あ、ディアマじゃなくて？あ、いつでもゲームできるんで。そっか。確かにそうですね。繋がってる人間はできますから。あ、そうだね。はい、エリス一言いくか。はい。はい、まあ一緒にゲームやったりするんで、うんうん、まあ、これからも声だけは聞こえるんでね。離れてもね。そうですね。うん、まあ、でもやっぱりいろいろ。いろいろ話もありましたけど、やっぱ車に乗せてもらったりとか、どっか出かけるときは運転してくれてたんで、そうだよな、そういうことありましたね。やっぱりこれからも一緒にゲームできたら嬉しいです、うん、大丈夫、エペックスで怒らないで、怖いから。怒んないで。ゲームすると危険が悪くなる、危険悪くなるらしいね、噂聞いた。怖いよ。いや、まあ状況によりますね。あ、怒られた本人が来た。あ、そうだ。はい、黒風くんとの思い出を一言。黒風、酔っ払ってる、酔っ払ってる、酔っ払ってない、酔っ払ってる。それなんか言え、黒風に元気でね。体に気をつけろよ。じゃあ、まあ後でまた、はい、というわけで、黒風はマッチの TCG チャンネルにもよく出演してたんだけどね、はい、はい、じゃあ黒風に最後一言もらおうかな。はい、お疲れ様でした。高いところから失礼します。いや、身長負けだわ、はい、うん、唯一制御の聞く人でした。あ、言うこと聞いてくれる人ね。どっか あのボンボン車に乗ってくる人と違って、うん、ちゃんと言うことを聞いてくれました。あ、はい、それはスムーズですね、はい、うんうん、ちょっとこれ以上言うとなんかもうどんどん悪口が出てきそうなのでちょっとやめますけれども、うん、はい、まあ、でも僕に関してはです、これ僕の、あ、そうそう、みんな個別に聞いてるから、いいですか、うん、多分これ本当に何かの縁だと思うんですけど、うん、ちょうどその転勤先、うんうん、のなんか先の方にある、まあ、そんな近いわけじゃないんですけどね、その近くのお店になんかもしかしたら行くかもしれない。ああ、なんかね、カードショップに来てください系のやつでね、連絡があったんだよね、はい、まあ、連絡、そうですね、連絡があったというか、うん、なんかそういうお店がありますよっていう、はいはいはい、ちょうど、うん、この話題、この移動しますよっていう話題が来た後に来たんですよ、うん、僕、うんうんうん、これなんかの縁だなと思って、うんうん、また僕そっちに行きますんで、逆に、はい、じゃあ会えるね、そうすぐにね、なんで、うんうん、また会いましょうということで、うん、はい、僕からの言葉とさせていただきます。はいよ、はい、行きます。はい、じゃあ黒風に一言ください。なんだよその奇妙なの。はい、いや、いつもね、うん、もうね、遠いところね、車でね、いつも出してくれてね、うん、本当 ね、ありがたいですよね、うん、ね、黒風さん、はい、黒風さんが一番正直小学生とかの面倒を見てたから、うん、どうするかねとどうしようかね、いや俺こなんかそういうのをね、ちょっといなくなるっていうのを意識していかないと、多分いなくなってから大きい存在だったなって多分みんな気づくと思うんでね。気づくよ、気づく、これ絶対気づくよ、うん、なんでいつでも遊びに来てください。そうだな、うん、多分タイソンも寂しがるんで、いや結構寂しがってる小学生いる。いるでしょ、うん、師匠って言ってるもん、だってマジね、うん、黒風師匠なんだ。そう、あのキャラクターは好かれるよね。そうだよね、なんだかんだね、そう、小学生あれタイソンだっけ、なんかさ一時一回だけどっかでタイソンと他の小学生なんか、うん、ああなんか連れてった、うん、カートショップ連れてったりしてたよね。そうだそうだ、タイソンだ。そういうところね、そうだね、そういうところね、面倒見いいよね、本当に、うん、子供に対しての面倒見がいいからね、受けるよこれは。いや僕はね、ゲームとかのチャットでいつでも話せるんだけど、ね、そうかそうかそうか、僕はね、まあね、音声だけな、音声だけな、はい、まあ、LINE になるから、まだ時々会えるからな。まあでも寂しいね。はい、ありがとうございます。
これ来た。停電か。停電か。停電。よく停電するよね。あー。Do you？ そうなんだよ、黒風実は誕生日でもあるんだよね。誕生日近いのに飛ばされます。はい、おめでとうございます。黒風の誕生日はいつですか？9月28日です。はい、9月28日、ちょっと早いけど誕生日おめでとうございます。え、歌歌ってから消すかな。はい、じゃあ皆さんで歌います。はい、じゃあ行きますよ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア黒風、ハッピーバースデートゥーユー。はい、消してください。消してください。おお、おめでとうございます。ちょうどお腹が空いてたので嬉しいです。それご飯なの？はい、黒貝さん、じゃあいくつになったんですか？28で26になります。あ、はい、26歳にね。はい、じゃあ一言お願いします。そうですね、ちょっと今年は、まあ、転勤ということもあって、ちょっとこブックの方は離れることになったんですけど、まあ、まあ診断とか発売した時には、まあ、できるだけ来れるようにしたいと思います。マッチの動画の手伝い3ヶ月ごとに来るってこと？そうですね、3ヶ月で大体 GP とか始まったらもうそこら辺も一緒に参加したいと思います。彼女でもできてもうカードゲームやんなくなっちゃうんじゃないですか？いやー、女の人多分合わないんで大丈夫です。本当にそれはそんなことはないと思うよ。いや、だってあの会社マジいねえんだって。はい、黒川さんは転勤でね、福岡の方に、移動になります。はい、今まで本当に、4年間ぐらいか。そうですね、大体4年くらいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よし、これ羽生さんと同期ぐらいだから。そうね、一緒に来るようになって。ふみが早いもんね、確か。ふみ、たけ、黒風あたりが同時期に入ってきた。最初は黒風軍団っていっぱいいたんだけどな。黒風軍団、ああいたよね。いたいろいろといろいろと問題があったり。問題人。はい、問題人。じゃあ皆さん、黒貝さんになんか、え、はい、あ、いいよ、出して。うん、どこにあるの？ん、肌が持ってるの？あ、肌、あれ、何それ。アマゾンって書いてある。遅れるから。印鑑いる？印鑑はね、今ね、大丈夫。今、印鑑いらない。はい、黒川さん、はい、頑張って。ありがとうございます。ございます。我々一同から、はい、我々一同、じゃあこの辺とかこの辺とかこの辺この辺とかから、はい、何が入ってるんですか？パッと見、泣くていいですか？泣くの？泣くだよ。やばいよ。泣かす？あ、やば。泣け。うわ、やば。え、すげえ。いいな、めっちゃかっこいい。これガラ？ガチモンじゃん。箱がもうすぐガチモンじゃん。これど、うん、どこのやつ？どこのやつ？なんかマークは見たことあるんですよね、これ。畑が選んだ。そう。どこだったっけ、これ？それレーザーだよ。レーザーか。そう、レーザー。このマーク、そうそう、ゲーミングヘッドホンはね、レーザーだから。これで、いつでも声が超えるね。あ、寝ます。あとは、俺とインコから、これ。おー、すげえ。なんだ。これも、開けてください。え、何それ？ケーキ潰さない。ケーキ潰さない。ケーキのにおごとした、今ね。これ、手元とか取ってあげて。おーい、なんだ見た。そんな。もう一番動いてるのが食べます。いいね。これ、ハサミがあった方がいいんじゃないか、これ。すいません、絡まって取れないよ。絡まってて。絡まって取れない、ピヨンって。横から取れない。もう、無理そうっすね。そこずらしていいの。あ、そういうことっすね。はい、かじっちゃう。かじるな。かじる。汚ねえな。どんかね。あ、いた。お待ち、ごめんなさい。遅い。おお、すげえ。いいね。いいな、めちゃくちゃいい。財布でございます。かっこよ。マジで？確かに。ありがとうございます。財布なくしたんだよね、最近。はい。1年前に大体役者。はい。めっちゃいいじゃん。ありがとうございます。あとはこれはみんなが書いてくれた寄せ書きです。ありがとうございます。皆さん覚えておいてください。
顔もちゃんと載ってるから写真付きで作ったのはユミさん。あ、そう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 、ありがとうございます。こっそりこっそりこれを作ったんですけどね。うん、どうですか、ゆっくり映してあげてください。この辺も店の方、この、ね、これ町田さんって人。この圧がすごいんだけど、ここの圧が裏もちゃんと裏もおーすごい、みんなすごいな。へえー、すげえ。こんちゃんがする、こんちゃんの許可取ってないから。大丈夫大丈夫、ありがとうございます。著作権ないです。これすげえな。キモいな。いやね、なんかね、本当ね、今日ね、なんか寂しかったんだよね、なんか、うん、朝からなんかちょっと気分が浮かないのはなんでかなって、はい、うん、思ってて、やっぱなんか実感がないけどさ、あ、もうこういう風に来なくなんだって思って、なんか寂しかったんだと思うな、なんか。でもまあ、あのね、ネットゲームで繋がってるやつらは繋がってるし、同じ日本だし、また来れると思うんで、はい。はい。です。いや、ほんとね、いろいろ頼りになったんだよ、黒風って。もういろんなやつがいるじゃん。ダメなやつもたくさんいてさ、で、なんかするぞって言った時に、まとまんないとかの時に、はい、黒風だけは頼りになったわけ。じゃあ黒風、じゃああそこにどこどこで集合ね、みたいな感じで、わーっとその、一緒に、はい、ね、だからそういうのがほんと、助かったんで、今後も心配だ、全く。はい、じゃあ今までありがとうございました。向こうでも頑張ってください。ありがとうございます。じゃあ黒川最後に一言喋らせるか、もう一回。もう一回なんか、誕生日は。あとなんか私忘れてもないね。大丈夫いいね。大丈夫ね。よし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 。はい。いや、今日はいろんなものをいただいて本当ありがとうございます。まあ、福岡の方に行っても、まあ頑張ってやっていきたいと思います。本当にありがとうございました。はい、おめでとうございました。いまーす。よっしゃ。みんな要求しとけ。はい。じゃあ、はい、乾杯の温度は町田くんから。お、最悪。俺、こういうのなんて言ったらいいんだろう。あの、挽回大丈夫。挽回。挽回。嘘だ。ルネサンスもやばい。まあ、普通でいいですか。いや、普通になんか。あの、送る言葉みたいな。あ、いいね。はい。言葉。もうね、こう、なっちゃうから、もうね、無理なんだよ、これ。はい。ということで、もうなんか多分ね、いろいろ挟んでくると思いますんで、はい。じゃあ、黒川さんが向こうに行っても頑張ってください。はい。乾杯。乾杯。マスクの上で飲まないのか。これでマスクの上から飲むじゃん。無理でしょ。行ってみる、じゃあ、これ、黒川さんが1分で食べるところ取るの、これ。1分は無理ですね。ここに来て。いや、なんでもない。はい、ありがとうございます。はい、ケーキを。